先進性と高度な技術を武器に時代のニーズへの対応、経営課題の解決に向けた取り組みを続けるパナソニック IS、 その最新の取り組みに迫ります。医療法人経営会グループは安心安全快適をモットーとして、大阪府和歌山県に15の介護施設を運営。理事長はサービスと省エネの両立を課題と感じていました。利用者様の健康被害っていうのは決してあってはならないということ、それに対してエネルギーコストを削減しないといけないという経営的な課題っていうものは相反するものでしたが、それを実現するためにはいろいろ苦労することがありました。そこで浮上したのがエネビュー。経営界では2010年6月より省エネの取り組みを本格化。立命館大学パナソニック IS と共同で立ち上げた省エネ研究会の協力のもと、介護老人保健施設鶴町でのエネルギー監視をスタートしました。私どもの MBA には医療経営関係者が非常にたくさんいらっしゃいまして、その人たちと一緒に立命館に医療経営研究センターっていうのを作ってるんですね。でそこで経営会さんと出会いまして、省エネというものに取り組みたいなという、そういう問題意識を知りました。経営会さんは介護施設をやってらっしゃるんですけども、病院も一緒だと思うんですけどね、そういうところっていうのは利用者の健康第一っていうのが優先されるのでですね、そういうところで、どれぐらいですね、そのエネルギーコントロールができるか、あるいは省エネができるかっていう問題意識をですね、三山さんと共有したというのが研究のスタート で、まず何よりも大事なのはエネルギー消費の実態を捉えないといけないということで、パナソニックインフォメーションシステムズのエネビューと、これに着目したというわけです。まず使ったエネルギーが目で見える、すなわち見える化が私だけではなく他の従業員にも広げれるということが非常に興味深かったです。エネビューとは、電力使用量や温度湿度の情報を一元管理し、環境トレンド情報を見える化する仕組みです。鶴町では1階の共用部分を中心に全フロアの電力・ガス量・温度を計測。計測機器はパナソニック製の高色エネルギーモニターなどを使用しています。エネビューにはグループ化機能があります。これは計測ポイントをエリア単位や設備単位にまとめることができる機能です。それによって改善ポイントを見つけやすくすることができます。エネルギー監視を始めてしばらくすると、早速変化が起こってきました。単にコストを下げるというだけでなく、他の業務にもつながるような気づきの広がりが見えました。スタッフはこまめに電気を消すというだけではなく、高齢者の利用者さんの生理的な特性に配慮した形での行動が取れるようになりました。エネビューの結果を分析してみたらですね、施設の共用部分っていうのがあるんですけども、そこの使用時間が非常に長いということであったりですね、空調の温度調節ですね、これが十分にコントロールされてないということがありまして、ここのところに省エネする大きな可能性があると、最初にそれに気づいたわけです。でさらに分析重ねていきますと、職員の皆さんの働き方とか仕事の仕方というところにですね、それが大きく作用されているということが分かったわけです。そして今、経営会グループではエネビューを使い、これまでとは違う新しい取り組みにチャレンジしています。舞台は和歌山県橋本市の介護老人保健施設グリーンガーデン橋本。グリーンガーデン橋本は築15年ということで、設備もかなり古く、省エネ対応といいますとかなり古いものでした。今回ですね、大幅に設備も変えることによって、どのように省エネができるかということを期待しました。改築工事に入る1年前からエネルギーの使用のデータを取っております。で、改築後のデータとの比較によって省エネの取り組みについて今後考えていきたいというふうに考えています。省エネっていうのは、設備を作るときに事前管理をするということが理想的なわけです。
ですから今後経営者の皆さんが設備をリニューアルなさる時とかですね、そういう時の出発点としてですね、どれほどですね自分たちはこう自然条件に左右されるのか、あるいはそれをどれほどコントロールできるのかというのを考えていただいてですね、その後職員の皆さんが省エネをする時でもやりやすいような事前管理を行うということは非常に重要なことなんです。省エネの取り組みは継続が欠かせません。これからの取り組みについて伺いました。私自身思った以上の結果が出ておりますので、エネビューを法人全体、事業者全体に導入したいというふうに考えています。省エネの取り組みも気づきが重要です。省エネの取り組みによって得られた気づきを他のサービスに生かすことができたらなというふうに思っております。エネビューは思ったより見える化も含めていろんな作用をもたらしてくれました。我々はこれからもどんどん使っていきたいと思います。新たな時代に求められる新しい情報システムとその活用ノウハウ、挑戦は今なお、そしてこれからも続きます。